阪神がオリックスとの関西対決を制し、38年ぶり2度目となる日本一を達成しました。38年って長いですよ。私も来年81歳になるからもう後がないですよ。だからもう早う優勝してもろって日本一になって、これで私も安心します。歓喜に包まれたのは関西だけではありません。秋葉原にあるお店には阪神ファンが集まって観戦をしています。多くの人が集まっていて、店の外にも人が溢れています。熱烈な阪神ファンが集まるこの場所は、東京秋葉原にある知る人ぞ知る虎党の人気スポット。多くのファンが詰めかけた店内はこの状態。店の外まで多くの人で溢れました。38年ぶりに実現したアレのアレ。試合終了が近づくと、恵比寿橋周辺には多くのファンが詰めかけ、人でびっしり。道頓堀への飛び込みを阻止すべく、大阪府警は9月のリーグ優勝の際と同じ規模となる1300人体制で警戒に当たりました。今あと1球という掛け声がかかり始めました。スマートフォンを手に、今や遅しとその瞬間を待つ人たち。そしていよいよその時が。今一人飛び込みました。こちらでも一人飛び込みました。次々と人が飛び込んでいきます。試合終了と同時にためらうことなく飛び込みます。川に飛び込む人が続出。すると周りの人たちももう一回と林立ています。警察官は注意を促しますが、お構いなし。飛び込む人の中にはユニフォーム姿の人やスクール水着の人まで。9月のリーグ優勝の際、道頓堀に飛び込み、インターネット上で道頓堀に来と名付けられたこちらの男性。飛び込む様子を撮影された写真は1700万人以上のフォロワーを抱えるアメリカメディアも取り上げ、世界中に拡散されました。そんな道頓堀に来、昨日はどこで観戦していたのでしょうか。本番めちゃくちゃもっと喜びたかったんですけど、あんまりね、もう家でいいなと思って。あ、今日は家ですね。実家のテレビで見てました。